8時半に家を出て、早速税務署乗りかと思って、スカスカだと思ったら、会場が違っていて、浦添の、組踊り劇場、国立劇場の隣に、なんだっけな、なんか結の町だったかな。なんかこう、商工会的なところがありますよね。あそこで、富城の自営業者の人は、なくて、行きましたところ、まあ、すごいよ。沖縄にこんなに人がいるのかっていうぐらい駐車場はいっぱいだし、あと、まあ、ちょっとね、年齢は高いんですよね。平均年齢取ると多分もう、70代とか、80代ぐらいの方も多かったかな。おじいちゃんおばあちゃん、おじいおばあっていうんですか、沖縄では。そういった方がいっぱいいまして、僕、朝一に行ったにもかかわらず、引いた番号は170番でした。で、うわ、やべ、170番とか思ったんですが、ちょっとなんかよくわかんないうちにスルスルスルと前の方に入れてくださって、私は1時間半ぐらいでパッと終わらせることができましたが、多分後から来た方はですね、3時間待ちとかとも言われてましたね。3時間待ちですよ。なかなか沖縄で3時間待ちってないよね。なんかないよね。沖縄で3時間も待たないとできないことってなんだろう。あれあれあれ、LCC っていうの、ピーチとかああいった飛行機に乗るときは、昨日友達に聞いたら、すごい早く、チェックインカウンターに行かなきゃいけなくて、なんか、チェックインすごい早くしなきゃいけないんだよって言ってましたが、あれでも多分3時間前に空港に行かなきゃいけないってことはないと思うんですよ。いやー、確定申告です。苦手な方もいらっしゃるとは思いますが、私もあんまりこういうの好きじゃないんですけども、まあ、おすすめはもうこういうね、めんどくさいものはとっとと終わらせるっていうのが一番ですね。もうなんていうの、先延ばしててもずっと消えないまま確定申告は残り続けるので、もうチャ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 ってやってパッと出して、はっ、はい、もう翌年っていう風な気持ちになるのがいいんではないでしょうか。自営業者の皆さん聞いてらっしゃいますか。そんな偉そうに私言えるほど、なんていうんですか、とってもこう税金の知識があるわけでもないんですが、まあ自分でエクセルとかも使いながらこうパッパッパッとまとめて私はやってます。皆さんもそんな2月16日をお迎えされたんでしょうか。そしてでも一昨日はそういえば、バレンタインズデイでしたね。あれなんでバレンタ、英語ではバレンタインズデーって S がつくんですけどね。まあ、ちなみに私別になんかハーフでもなんでもないんですが、こう英語ができるのでちょっと知ったかぶりを言ってますが、誰かにミキさんは、あ、こういうのってセクハラ聞くの。こういうのなんか微妙よね、セクハラってね。なんかね、バレンタインはどなたかにこう、いや全然、でもかっこいい人がいる、マイク入ってる大丈夫、ああ、かっこいい人がいるんだんですけど、はい、別に合わないんですよ。どういう意味、そんなまだ友達じゃないというか。なんかさ、前さ恋愛の話をしてる時もなんかちょっとこう言えないんですっていうことを。そうなんですよ。じゃあ今回も、今回も普通にもうだって毎日会う友達でもないんで、うん、その日に別に会ってないんで、あげてない。わざわざあげに行くほど。じゃあ後日あげればいいじゃん。いいんですか、過ぎても。いいんじゃない、別に。じゃあ嬉しいんじゃない、チョコ溶けてなかったら。今20何度になってね、ちょっと沖縄暑いから、暑いから溶けちゃうかもしれませんが、いいんじゃ。私はちなみにそのね、ゲイだからね、なんかこういう日って微妙なんですよね。バレンタインってほら、女の子から男の子にあげるって言うじゃない。で、僕みたいななんか男の人が恋愛対象の男とかになってくると、はて、じゃあこの日は何をすれば、女の子からまあ義理チョコでもお友達チョコでもいただけたら嬉しいけど、でも最近ではなんか男の人でもチョコをあげるとか言いますよね。なんか女の子限定じゃなくなってきてると言っていたので、こういう面ではまあゲイの人もやりやすいのかもしれません。私はちょっともらいましたよ、友達チョコ。そんな、そう、本命チョコがね、男からはもらえなかった。今日聞いてらっしゃる方、FM 技能案気づけで男性の方、女性の方も関係しますが、男性の方ぜひ甘いチョコを、甘いハートともに送っていただければと思っています。で、全然レインボーフラッグの話をしてないのでそろそろ話したいと思うんですが、まず曲からいきたいと思いますが、この曲はですね、皆さん、なんだっけな、アメリカのスーパーボールというのがつい最近ありました。スーパーボールの時のハーフタイムでかかっていた曲でもあります。ではお聴きください、こちらです。
いつもよりひげ濃い気がする。そう、剃ってないんです。どうかな、濃くてもイミッチャさん、ひげが濃くても可愛く見えますか？ちっちゃん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 ちゃんちゃんちゃん、ママは見えないかもしれん、You are superstars、 ヘアが見えてた、あああああああ、 Say that you love you today。 いつもよりひげが濃い、あら、きよちゃんこんばんは。早晩明けで今仕事から帰りました。きよちゃん寒くないの？寒くないよ、全然さ、今日はハーフパンツです、ほら見るからハーフパンツ寒くないです。きよちゃんみたいな顔の小学生たまにいますよ。先週そういえば誰かに似てるって言われたんだよな。なんかね、なんかタンクトップ、赤いタンクトップでね、なんかね、いるよね、なんかタンクトップっていうか、なんか結婚式の余興とかやってたりするね。知ってる？そう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 、それ調べてみて、その人が似てる、その人が出てるのかと思いましたって言われました。違います、キヨです、ガラクタ整理士です。ヒゲ濃い、今日はなんかヒゲが濃いっていうネタばっかり。濃いかしら、ね、曲の間曲が聴けてない人はこのヒゲでも見て楽しんで。剃ってないんです、別に理由はありません。I'm on the right track, baby, I was born this way。 粒マスタード、それ、粒マスタード、あ、じ、え、アシミネ、アシミネさん、それ粒マスタード、アシミネさんに似てるねって言われて、その後ネットで調べたら確かに格好は似ていた。ちょっと顔は違う。あの人別にゲイでもなんでもないと思う、ストレートの人だと思います。皆さん今日もコメントありがとう。後でコメントも紹介していきますからね。コメントもどんどん無視してませんからね。ちゃんと紹介しますので。アリエン。これなんかマイクがこうなんか音が割れないように喋るって難しいね。わかります。どうすればいいんでしょうね。僕ってなんかすぐ割れるんですよね。でも軽い距離感取った方がいいみたいな。拳一個分ぐらい。拳一個分。言ったんですけど、自分はめっちゃくっついちゃうんです。割れてました私やっぱり。あ、でも今日は全然大丈夫、大丈夫な感じ。じゃあこのぐらいの距離で、なら、つぶきよちゃんって呼ぼうかね、ゆみちおじさん。I'm on the right track, baby, I was born this way。 Good and I'm on Baby, I was born this way。こんだけなんかフラッグを見せればみんな覚えてくれるかな。これレインボーフラッグと言います。あ、僕の顔が映らない。あ、もうすぐ終わる。あ、もう少しで終わります。20秒ぐらい。はい、曲から入ります。はい、ダンディズムやんか。何ですかダンディズムって。ダンディズムってダンディっていう意味かな。あ、少女時代、そう、私はヒゲも濃いですが少女時代です。ガラクタ整理タイムをお届けしておりますが、先ほどからあのツイキャスにどん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 ヒゲがヒゲがヒゲがというふうにどんどんヒゲについてこう突っ込まれてるんですけど、ダメですかねこの濃いヒゲ。ですね、例えばイミッチャおじさんからは、あら、キヨちゃん、こんばんは。早晩明けで、今、仕事から帰りました。キヨちゃん、寒くないの？多分、タンクトップのことを言ってるんでしょうが。いつもより、ヒゲ、濃い気がする。うん。キヨちゃんみたいな顔の小学生、たまにいますよね。でも、こんなヒゲが濃い小学生は、怖いかな。他にも、ライアンさん。
初コメントですかね。以前もコメントいただいてたのかな。キヨちゃんひげ濃いけど可愛いよ。まあチョコお待ちしておりますコメントだけじゃなくチョコもFM2 の巻き付けでプリーズ何のメリットがあるんだって感じですよね。出した人にもね、何があるかお楽しみに。あの先週さっきの粒マスタード足峰なんだっけ、足峰さんって似てるよって言ってたら、なら粒きよちゃんって呼ぼっかなと、いみっちゃおじさん呼んでくださってますし、みやちゃんさんはダンディズムやんか、ひげがダンディじゃないかということで、このひげが、あひげちょっと、じゃあ今度からひげ、今日はですねひげだけじゃなくちょっと見えるかな、このハーフパンツでもあの先週筋トレ特集をお届けした時にハーフパンツが異常にこう受けたので、まあ、格好でね、トークの内容は面白くなくても格好でなんかみんなが喜んでくれるんだったらもう何でもいいやと思ってって言ってたら、ほらね、もうほら半分以上終わっちゃう番組が。今日はあのこのレインボーフラッグの話もしたいと思っているんですが、この画面にね見えてる方、6色のこのレインボーフラッグなんですが、最近ではいろんなところで皆さんも見てらっしゃるかもしれません。例えば沖縄でどういうところで見えるかというと、那覇市役所に入ると正面玄関の前にバーンと飾ってあります。これがあと今年の1月から浦添市役所の前のあのいろんな旗、なんていうの、あの旗あ、じゃあ市役所の前に旗が出てるじゃない、なんか県の旗とか市の旗とかかな、そこに合わせてこのレインボーの旗が出ていたり、あとはですね、意外なところで、FC 琉球さんの、ユニフォームの袖の部分をよーく見ると、このレインボーが入っていたりと、沖縄県内でもいろんなところで、あ、あとそうだそう、もう一個忘れちゃいけないですね。スポンサーとしてもいつも期待してお待ちしていますが、ホテルパームロイヤルナハさん、ホテルパームロイヤルナハさんの、受付にもこれが飾ってあったり、などなど、いろんなところで見るこのレインボーの旗なんですが、何かと言いますと、LGBT の象徴の旗と言われています。もともとはアメリカからやってきたこのレインボーの旗で、まあ、虹の旗なんですが、6色なんですね。赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫のこの旗ですが、これが LGBT の人たちの象徴の旗ということで、まあ、あとこの象徴という意味だけじゃなく、LGBT の人を歓迎しますよという意味で、今はどんどん使われるようになっています。ですから那覇市役所とか浦添市役所さんとかは、那覇とか浦添は LGBT 支援宣言っていうようなことをしていたり、まあ、那覇は、同性パートナーシップ登録制度とかいろんな取り組みをどんどん活発にされていらっしゃって本当に嬉しい限りですが、他にもこうホテルのねパームロイヤル那覇さんとかも、まあ、例えばこうホテルで男性の同性同士とか女性の同性同士でね、こうダブルベッドで予約をしようとすると、ちょっと、なんで男同士なのにダブルなの、ツインじゃないのみたいな風な目で見られちゃったりとかすることもあるんですが、パームロイヤル那覇さんは、もう3回ぐらい言ったから、ぜひスポンサーに、パームロイヤル那覇さんは、これを飾って歓迎されてるという風に。でも綺麗でしょこれ。6色なんですけどね。素敵です。で、私も大好きなので家にも飾ってますし、私は例えばあの、札幌の札幌に以前住んでたんですが、札幌で LGBT のパレードがあった時にはこれを持って、実はその時あんまり服は着てなくてほとんど服は着ない状態でありのままの姿見せるのよって感じで、あのほぼありのままの姿で出ていたんですが、でもねありのままの姿で出たのにベストドレッサー賞っていうのをもらったんですけどね、ほとんど何も着てなかったんだけどその時もこの旗を持ってたりとかですね、私も大好きでLGBT の人を応援する、旗です。沖縄でも随分見れるようになりましたし、このラジオを聞いてらっしゃる方、沖縄以外の方も確か、先週確か高知の方もメッセージくださってましたが、いろんなところで見かけるようになっていると思うので、ぜひ見つけてみてください。そしてこういうのも飾ってみるのもありではないでしょうか。おおと言っていたら、まあ、どんどんみんなコメントありがとう。なんか嬉しいな。なんか、ありがとうございます。本当にこんなにコメントくださるとは。あのびっくり、わもうどこまで、わなんかいっぱいありすぎちゃって、みやちゃんさんすね毛見せてんのかと思ったよ、はい、ハーフパンツを見せています。くまモン県の六角堂の地蔵さん、ほういつかのオリンピックの時日本選手団がレインボーフラッグのようなものをまとって入場行進したら話題になったように記憶しています。へえ、そうなんですか。ライアンさん、あ大阪のタレンで UK さんこと
橘って読むの？裕次郎さんに似てる。おう、みやちゃんさんは私も飾るわって言ってくださってる。お、嬉しい。飾ってね、これね。あのネットでも販売されてるらしいです。今では、私はあの沖縄県内のいろんな学校を回って LGBT 講演会ってのをしてますが、そこで必ず生徒たちにも見せるようにしています。実際に、あ、そうだ、みやちゃんさんがコーチでしたね。はい、コーチからも、コーチでもぜひ見かけてみてください。とっさのコーチの播磨屋橋だ。そう、播磨屋橋にいかがですか。あと、よさこいダンスにいかがでしょうか。あ、ダンスじゃないか。よさこいにもぜひおすすめいたします。あ、と言っていたら、コマーシャルも流すんでしたね、この番組ね。はい。では、コマーシャルお届けします。あっという間に終わっちゃう。早い。すごい、みんないっぱいコメント今日はくださってありがとう。足を出してる、こっからいいかな。もともと本当は7色とか 8色だったみたいなんですけど、そう、それが6人。なぜかこう、なんでですかね。そのね、なん、あ、いい質問するね。なんか微妙な感じなんで、なぜなんでしょうね。なんかね、いろんな諸説あるらしいです。諸説あり本能寺の変、あれも最近見ないね。本能寺の変、本能寺の変、本能寺の変、2000なんだっけ、みっちゃさん、マッツブマスタードさんより筋肉質だから、なんかペプシマンみたい。ペプシメン、キヨちゃん1時間番組にしてほしいね。スポンサーを全員じゃ、スポンサースポンサーメガオニバンニュースター、深いが回ってワンモーラーダンス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 。今日はガラクタ整理タイム、あったかいので、タンクトップと、いつもながらタンクトップとこのハーフパンツで大サービス、まあ、先週もしましたが今週も大サービスしています。皆さんどんどんコメント本当にありがとう。なんかゆみちおじさんは1時間番組にしてほしいねというコメントもくださって、これはですね、ひとえにスポンサーさんのお力によると思いますので、ぜひ1時間枠になるようにスポンサーの方、こんな番組でももうなんか応援したい、こんな、なんだろう、キヨちゃんがタンクトップで頑張ってるからって思った方、ぜひお待ちしております。FM ギノワまでご一報を。はい。なんかね、こう、レインボーに関係するようなとことかないのかな、沖縄に。虹の、なんとかとかさ。あ、で、さっき、ミキさんが、鋭いこう、ツッコミをしてくれましたが、これ虹6色なんですよね。で、さっき調べていただいた通り、もともとは8色だったり、7色だったりしてたのが、なんかこう、巡り巡って、諸説あります。本能寺の変ですね。本能寺の変、ちゃんちんちん、本能寺の変、ちゃんちんちん、本能寺の変、諸説ありっていう、あの、諸説ありです。どうして6色になったかは、諸説あるそうでございますが、はい。でも、このね、まあ、6色あるように、こう、性、まあ、セクシャリティ、性っていうものが、まあ、これまでの常識は、まあ、世の中男と女しかいないとか、まあ、男で生まれた人はずっと男として生きるとか、女として生まれた人はずっと女として生きるとか、男が女の人を好きになって、女の人は男を好きになるのが当然とか、そういったなんか単純なものじゃなくて、虹にもね、6色あるように、いろんな性のあり方があるんだよという、この多様性の、象徴としても使われています。で、さらにちょっと難しい話かもしれませんが、このグラデーションとも言われるんですけど、虹ってね、こういうふうに旗にすると6色に綺麗に分かれてますが、もともと分かれてないじゃないですか。虹ってこう赤からぼや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 と紫に変わっていくのと一緒で、この性っていうものも男とか女とか、そういう同性愛とか異性愛とか、明確にこうバシャッと分けれるもんじゃなくて、こうなんかこう繋がってる、そんな簡単に分けれるものじゃないんだよ。トランスジェンダーの方とか、今はエクスジェンダーの方とか、いろんなこう用語も出てきてるんですけど、実はグラデーションなんだよというメッセージとしてもあって、そのいろんな色が共生していくと。いいでしょ？深いよね。深い。深いよね。
本当にカラフルでね、例えば僕サンフランシスコに住んでたんですけど、サンフランシスコとか行くと街中にこの旗がもう出てるぐらい、いろんなところで見かけたりして、みんなこの旗好きで、こう飾って、まあみんなじゃないかもしれないけど多くの人がこういうの好きで飾ってるぐらい、こう華やかなものでもいいんですが、実はメッセージ性もすごく込められていますと言ってたの。また少女時代がかかってきて、ワンナちゃんがこのライオンハートをですね、ぜひピンクドットっていうイベントが沖縄では年に1回ありまして、私まだ行ったことないんですけど、7月に国際通りで開催されている LGBT のイベントなんですね。そこにステージがあって、ステージショーをですね、このぜひこのライオンハートで少女時代を、少女時代のフリフリの格好をして、こうズンチャンチャンチャン、ズンチャンチャンチャンってやりたいので、ぜひ、あ、ピンクで一緒ですが、ピンクドットさんもぜひ今年も開催していただけるように祈っていますし、応援していますね。琉球女装時代というのでデビューしましたので、これからは琉球女装時代のキヨとしても、ガラクタ整理師としてのキヨとしても、 LGBT 講演会の講師のキヨとしても、マルチなこの旗のようにいろんなカラーのあるキヨちゃんとして活躍していくなんて言ったらちょっと綺麗すぎ。ライオンさんコメントをくださってますね。実際に掲示している場所はまだ見たことがないです。見つけたいなと。おお。ライオンさんはどちらにお住まいかな。僕東京に住んでた時はですね、杉並の方に住んでましたが、近所のタイ料理屋さんの入り口にこれが飾ってあったりとかですね。あと近所の歯医者さんでも、歯医者さんの、看板にこれが飾ってあったりとかですね。結構東京では、あとそうだ、不動産会社さんがこういうのを飾っていたりなどですね、見たりしましたね。まあ、まだまだマイナーかもしれないんですが、あ、ちなみにシドニーでは大きな LGBT のマルディグラっていうパレードがあって、その時なんてシドニーの国際空港の到着、飛行機で到着して手荷物検、あ、なんていうの、こうパスポート検査とかする間に免税店とか通るんですけど、そこにもうこの旗がそこら中に、だからもう国を挙げてバーンってレインボーレインボーレインボーってやってたりもしています。こういうの見ると嬉しいですね。僕も嬉しいし、ぜひみんなもこれ覚えてね。今日はこの話をしていきましたが、話すことなくなっちゃった皆さんこんなラジオですが、1時間番組に、1時間番組にするって言ってもネタがないんですよね。コマーシャルいっぱい増やせばいい。あ、曲をいっぱいかければいいのかな。レディーガガをいっぱいかけるとか。でもガガの皆さん見たかな、スーパーボールのパフォーマンスすごいかっこよくて、オープニングでこれ歌った後にね、こう、モンスターみたいな格好してわーって飛び降りるんですよね。わーって飛び降りたと思ったら、上の方からこうわーっと糸じゃないやロープに吊るされたガガがこうガー降りてきて歌うっていう。ガガもね、Born This Way でも歌ってますが、そこで LGBT のことも、まあ、いろんなこう国籍のこととか肌のこととか、こうハンディキャップがある人のこととか、そんなの全然関係なくて、本当にあなたは Born This Way なんだよ、こう本当にあなたが生まれたまんま、あるがまんまなんだよっていう風に歌ってますが、ガガもね LGBT のこと応援してくれてるし、またこれから私も嬉しいな、ガガこれからも歌ってほしいと思いますと言っていたら、もう終わりの時間になってまいりました。あ、大事なことが言った、来週私ですね、山形に行ってるんですよ。なのですいません、休みます1週間休んで、再来週またお会いしたいと思います。それでは今日も最後まで聞いてくださって、そしてメッセージもたくさんありがとう、センキュー、チョコもお待ちしてます。お疲れ様です、はい、ありがとうございました。たくさん来てますね。すごいね、嬉しい。こうやってなんか、あ、ゆみちゃさんありがとう、お疲れ様でした、いつもコメントありがとうございます。皆さんに支えられての、そうということで、来週すいません。